本年2月4日に行われた神奈川大学の、平成30年度入試におきまして、政治経済の科目に出題の誤りがあることが判明いたしました。このことにより、合格不合格の判定を再度行いましたところ、不合格とされていた受験者のうち11名の受験者の方々が合格となりました。このことにより、受験者及び保護者並びに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを、ここに深くお詫び申し上げます。